で、ここのエレベーターですよね。ここで合流って言ってたけど。うわ、なんか乗ってきた。おい、なんだ。上を押してもらおうか。タークス、罠か。来た、ツオン。スリリングな気分を味わえたと思うが、楽しんでもらえたかな。社長がいたところだね。全員いる。あれ？エアリスがいねえ。みんなも捕まったのか。みんなっていうかバレットだけだね。エアリスはどこだ。安全な場所にいる。あれは貴重な古代種の生き残りだからな。知らんのか。自らをセトラと呼び、数千年の昔に生き、今は歴史の中に埋もれてしまった種族。セトラ？あの娘がセトラの生き残り？レッドサーティンを知ってるんだね。セトラ、すなわち古代種は我らに約束の地を教えてくれる。彼女には期待しているのだ。約束の地？それは言い伝えではないのか。だからといって放っておくは多くにはあまりの魅力的だ。約束の地は途方もなく豊かな土地と言われているからな。土地が豊かだということは。魔法エネルギーだな。なるほどね。その通り。そこでは金食い虫のマコールなど必要ないのだ。豊富な魔法エネルギーが勝手に吹き出してくる。そこに建設されるネオミッドガレ、我がシンナカンパニーのさらなる栄光。けん、夢見てんじゃねえよ。でもそのエネルギーを使うってことはさらにあれだよね、星の命をね削っちゃうことになるのかな。おやおや、知らないのか。最近では金と力さえあれば夢は叶うのだ。さて、会見はこれで終わりだ。さあ、上がれ。待ち上がれ。てめえには言いたいことが山ほどあるんだ。ああ、連行されてる。何かあるなら秘書を通してくれたまえ。また悲しい BGM が。お、ティーバと二人きりだと？なんだって？逃げられるかな。任せときな。クラウド頼もしい。こっちは？浮気にならないでよ。バレットはどうしてるかな。レッドサーティンはどうしてるかな。エアリスはどうしてるかな。じゃあレッドサーティンから聞こう。じっちゃん。じっちゃん？じっちゃんね。何がおかしい。いや別に。バレットはどうしてるかな。おい、エアリスは古代種で、古代種の本当の呼び名はセトラ。それで古代種は約束の地って場所を知ってて、シンラはその約束の地が欲しいと。でも約束の地ってのは言い伝えに出てくるだけで、本当にあるのかわからねえ。これでいいのか。無視。約束の地には豊富な魔法エネルギーがあると神羅の連中は考えてる。ってことは神羅はそこに行ったらまた魔法エネルギーをガンガン吸い上げちまうってことだ。そこも土地が枯れちまうな。星が病んでいくわけだ。放っちゃおけねえ。バランチメンバー募集だ。
俺、ティファ、クラウド、それにエアリスもだな。おめえどうだ。あら寝ちゃった。つまんねえ野郎だぜ。いいな、レッドサーティンペットで欲しいな。最後エアリスはどうしてるかな。クラウド、そこにいるの？エアリス、無事か？聞こえるんかい、声が。うん、大丈夫。きっとクラウドが来てくれるって思ってた。ボディーガード依頼しただろ。うん、こっちか。報酬はデート1回だったよね。あ、起きた。なるほど。ティファ？ティファもそこにいるの？すいませんね。あ、いや、違う、ティファ、違うんだ。あのね、アリス、質問があるんだけど。何？約束の地って本当にあるの？わからない。私知ってるのはセタラの民、星より生まれ、星と語り、星を開く、それからセテラの民、約束の地へ帰る、地上の幸福、星が与えし定めの地。ふーん、どういう意味？言葉以上の意味知らないの。星と語り。星が何か言うの？人が大勢いてざわざわしてる感じだから何を言ってるのかよくわからない。今も聞こえるのか？私、聞こえたのはスラムの教会だけ。ミッドガルはもうダメだって。お母さん、本当のお母さんが言ってた。いつかミッドガルから逃げなさい。星と話してエアリスの約束の地を見つけなさい。母さんが言ってた。大人になったら聞こえなくなるんだと思ってたけど。ほう、あ、終わりか。とりあえず眠っておこう。クラウド横に寝るんだね。さすがにベッドで寝るわけにいかないのか。ダメかダメか。うん、ドアが開いてる。寝てる。ドアが開いてる？いつの間に？寝てるね。どうしたんだ？とりあえずティファを起こそう。ティファ、起きろ。どうしたの？様子がおかしい。外を見てみろ。一体何があったのかしら。きっとここの鍵を持っているはずだ。ほら、ティファはエアリスを、俺はバレットたちを助ける。お前早く行けって話だな。よう、バレット。違った間違えた。バレット、レッドサーディン来てくれ。様子が変なんだ。どうやって入ってきた？どうして扉が開いてるんだ？どうしちまったんだよ。人間の仕業ではないな。私がこの先の様子を見てくれ。おお、レッドサーディン、頼もしい。おい、こいつの後始末を俺に任せて、お前ら先に行け。シナに見つからねえうちに。やさ、レッドサーディンの後追いかけましょう。こっちだね。人が倒れてるな。おお、敵が出る。
うぃ、この赤いの血なんですよね。黒いな。レッサーティン、ジェノバサンプル、察するに上の階に向かったようだ。奥のサンプル用エレベーターを使ってな。逃げたのか、ジェノバ。あの首なしの化け物ですね。ちょっとじゃあ一旦セーブしようか。さあ、こっちだ。この赤い血をたどっていくしかないですね。何か目的に向かっているような。上に、上ん、よいしょ、こっちか。あのジェノバがズル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 ね、行ったんだろうな。この回は初めて来ますね。何にもないかな、特には。ここもないかな。さて、うわー、人が。セーブしとっかね。さあ、上に登っていきましょう。で、プレジデントがいるわけですか。死んでる。シンラカンパニーのボスが死んだ。この刀はセフィロスのものだ。セフィロスは生きてるのね。そうみたいだな。この刀を使えるのはセフィロスしかいないはずだ。誰がやったっていいじゃねえか。これでシンラも終わりだぜ。おひょ、出た、捕まえた。ここ殺さないでくれ。何があったんだ。セフィロスが来た。見たのか、セフィロスを見たのか。ああ、見た、この目で見た。本当に見たんだな。ウヒョ、こんな時に嘘なんか言わない。それに声も聞いたんだ、ウヒョ。約束の血は渡さないってブツブツ言ってった。それじゃあ何、約束の血っていうのは本当にあって、セフィロスは約束の血を神羅から守るためにこんなことを。いいやつじゃねえか。約束の地を守る、いいやつ、違う。そんな単純な話じゃない。俺は知ってるんだ、セフィロスの目的は違う。ああ、逃げた。ん、ルーファウス、しまった、あいつがいたか。誰なの。副社長ルーファウス、プレジデントの息子だ。息子がいたんだね。ティファン、どんな人なのかしら。名前だけなら私も知っている。長期出張中だって聞いてたぜ。血も涙もない、そう聞いたことあるけど。これ降りたらダメかな。あ、降りれる、まさか降りれた。すげえ、降りられるんだ。へー、これは初めて知ったな。やってみるもんだな、いろいろ。でぐっさりと刺されてますね。で、こっち側に行きましょう。さっきの誰だっけ、パルマ追いかけましょう。いた。そうか、やはりセフィロスは生きていたか。ところでお前たちは何だ。元ソルジャー、グラスファースト、クラウドだ。アバランチだ。同じく、スラムの花売り。実験サンプル。おかしな組み合わせだ。
さて、私はルーファス。この神羅カンパニーの社長だ。親父が死んだら早速社長か。そうだ、社長就任の挨拶でも聞かせてやろう。なんだなんだ、親父は金の力で世界を支配しようとした。なるほど、うまくいっていたようだ。民衆は神羅に保護されていると思っているからな。神羅で働き給料をもらい、テロリストが現れれば神羅の軍隊が助けてくれる。一見完璧だ。だが私のやり方は違う。私は世界を恐怖で支配する。親父のやり方では金がかかりすぎるからな。恐怖はほんの少しで人の心を支配する。愚かな民衆のために金を使う必要はない。私は親父とは違うのだ。演説好きなところはそっくりね。エアリスを連れてビルから出てくれ。何？説明はあった。バレット、本当の星の危機だ。なんだそりゃ。後で話す。今俺を信じてくれ。俺はこいつを倒してから行く。分かったぜクラウド。一騎打ちだな。クラウド、なんか思い詰めてた。私、クラウドを待つわ。みんなはエレベーターに先に。さあ、この先きっとガードが厳しくなるわ。装備を整えておいた方がいいわね。クラウド、ディファのマテリアを外しとこう。で、エアリスを操っていきます。はい、エレベーターで先にね。どうしようかな。よし、こんなもんですね。で、エレベーターに乗りましょう。さあ、なんとここで戦闘が始まるんですね。まあ中ボスみたいな感じですね。バリーンと窓ガラスが割られ、戦闘開始です。で、魔法でどんどん攻撃をしていくんですが、バレットは遠距離の攻撃ができるので通常攻撃もすることができます。ほい、ひたすらねここは魔法攻めなんで。で、サンダーが効きます。だから本当はね全員分サンダー用意してもよかったんですが、そんなお金はないと。バレット通常攻撃どんぐらい効くんだろう。もうあんま変わんないね。あ、なんだ。おお、痛い痛い痛い。これマテリアつけ忘れたらきついよな。バレット一人で戦わなきゃいけないからね。まあ、あとリミット技でなんとかっていうね感じでやっていかないといけないんで、どっちにしろ時間かかるよな。これマテリアつけてなかったらゾッとするわ。まあどん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 攻撃してさっさと戦闘終わらしちゃいましょう。ひたすらねこの魔法唱えてるだけの戦闘だからあんまり面白くないけど、まだ終わんないか。波動砲エネルギー充填可能、充填可能。ちょっと防御しとく、怖いから。来るかな。波動砲エネルギー充填完了。来ない。波動砲来た。どうせ全体攻撃でしょこれ。まあ防御してるからこんなもんですね。まあ効きはしなかったね。またか。でもこれちょっとしばらく間があるから
もう一回ぐらい攻撃しとこう。はい、あ、終わった終わった。波動砲車に終わりましたね。と思いきやもう一体いるんですね。めんどくさいですね。 AB 砲なんだ50に。おお寝た、マジか。エアリスが寝るの痛いな。おお、バレットも寝た。ちょっと待ってね、何気にね HP もやばいからね、回復しとかないと。一斉射撃、ギャース、よし、 OK、ヘビーショット、よかった。やっぱ全体が作っててよかったよ、正解だったね。あとレッドサーティンに攻撃を。時間かかるね。C 砲いくつまであるんだこれ。ただ魔法を唱えていくだけだから面白くないな。喋ることも特に見つからんぞ。なんだ、回転した、回転するだけか。フライングドリル、痛い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 な。あ、終わった終わった最初のやつの方が強かったな。終わった。ミスリンの腕はまあそんなに強くなかったね。で一方その頃クラウドですね。よし、これでいこう。スタートボタンで終了。なぜ私と戦うんだ。お前は約束の地を求めてセフィロスを追う。その通り。お前セフィロスが古代史だと知っているのか。いろいろあってな、とにかくお前にもセフィロスにも約束の地は渡せない。あ、じゃあセフィロスとエアリスは古代史の生き残りなんだね。なるほど、友達にはなれそうないよな。さあ行こう。なんか釣れてるよバリア、あーそうか、全体かつけてねえんだ。ショットガン痛い。さあいきなりリミット決めしたね、決めしたねじゃあ強切りどうしようかな。まずこいつにぶっ放すか、この獣に。いくぜ強切り、はいやはいや、はい、オッケー終了。まず一体仕留めました。あとは、ルーファーズに攻撃をガンガン仕掛けてバリアを解きましょう。痛い、こいつショットガンしかしてこないのかな。で後ろのねヘリコプターにねパルマーが乗ってんだよな。でででん、魔法の方がいいか。でん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 、さあいろんな魔法をぶっ放してみようか。ファイヤーが今100だったね、ブレザと104。痛い、ちょっと回復しとくか、大技が来たら困るな。すごいな、戦える社長ってすごいなすごいな。サンダー、まあどれも同じくらいだな。さあもうちょい、あと 2,3 発でリミットがたまるね。で多分強切りでちょうどいいぐらいかな。ほい、本当にショットガンしかしてこねえなこいつ。
今日の相手はここまでになった。競技で使うまでもなかったね。すげえすげえな。あんな乗り方したら死ぬだろ普通。弱かったね。こっちなんかあんのかな。いいね、この BGM で動けるのはいいね。何にもないかな。特にアイテムは落ちてたりはしないね。なんか防弾チョッキがどうのこうのって書いてあったけど、なんか手に入った。体力が10アップか。体力にしとくか。よし、よし、降りよう。ティファが待ってるよ。